大野城は下宇佐国葛飾郡に存在していた中世の日本の城。現在は市川市立第五中学校として使われている。伝承によれば平野正門によって築かれたとされ、城の近くには正門が建立したとされる天満天神宮が伝えられるが、戦後に行われた調査によれば、実際には中世紀の城とされている。鎌倉時代には、 日蓮の被護者としても知られている千葉鹿神、蘇谷教神が大野の地を支配していたとされ、付近には、中山北家教授など、日蓮修寺院が多い。確実に、大野城を用いていたとされているのは、1455年に勃発した、京徳の乱の過程でこの地域に進出してきた、原子流のいわゆる、大野原子と呼ばれる人々である。近くの本密寺の号であるは、 大野原氏の原公院に由来すると言われている。その後、大野城付近の支配は、原氏からその重心である小金城の高氏に移り、遅くても同志が開役された1590年の小田原生伐までには廃城になったと考えられている。現在でも市川市大野町三丁目の城山の一帯には、五門、伝来、馬寄せ場、 猫屋などの中世上司を忍ばせる地名が残っている。現在は遺構が残っておらず、城の主要部であったとされる地帯は市川市立第五中学校の敷地となっている。大野城跡と正門様、市川市、2010年1月3日閲覧、ありがとうございます。